はい、こんにちは。じゃあ、続きいきましょうか。服が変わったですよ。テイク2なんですよ。連発して動画撮りたかったんですけども、ちょっと中断せざるを得ないといけない事態がありましてね。でも動画ってのはいいですね。中断しても、ちゃんとこうやって、続きから撮れるということでございます。はい。で、前回お話したこと、ね。月収30万を、50を過ぎても、60を過ぎても、70を過ぎても、コンスタントに撮っていく方法、紹介しましたけども、他に何か思いつきますかってことなんですよ。で、私はね、今回、たまたま YouTube ってものを取り上げてお話ししましたけども、いかがですかね、これ。多分ね、YouTube 以外にこの仕組みはないんですよ。いろんな動画配信サービスとか、ライブ放送の仕組みってありますけども、これ YouTube 以外にこの仕組みはないと思いますよ。YouTube が唯一、この広告収入モデル。しかも、1年前撮ったものでも、3年前でも、5年前でも、10年前でも、それが、YouTube に残っていれば、アップロードされていれば、いつでも広告収入を今、リアルな私に運んでくれるという仕組みです。だからね、この YouTube 以外にはこの仕組みがないってことは、YouTube 以外で放送するっていうのは、YouTube に比べると、むちゃくちゃ効率が悪いかなと思うんですよね。つまり、自分がやらなければ、その放送の効果が得られないわけなんですよね。でも私が3年前にやったライブ、5年前にやったライブ、なんだったら8年前に一番最初にやった速稼塾の講義、今でも再生されてます。で、最も再生されてるのは、ショートカットの使い方なんですよ。ね、ショートカットの使い方って、誰もが通る道じゃないですか。多くの人がショートカットを使ってるのに、ショートカットの使い方を動画でアップロードする人っていうのは、むちゃくちゃ少ないんで、だから、今でも5年前ぐらいに撮ったね、コピペのやり方みたいなのが、何万回も再生をね、増やしてるんですよ。で、そっから広告収入入ってるわけですからね。で、パソコン覚え立ての人はショートカット結局行くでしょ。で、また再生されるんですよね。これがまあ、ロングテール戦略と。誰もが知ってることが一番稼げるというね、珍しい例ですよね。本来なら誰も知らないことを情報発信するから、そこにアクセスが集まるんですけども、どっちも使えるってことなんですよ。で、誰もが知ってることを、なぜか知んないけども、誰もやんないんですよね。はい。まあ、前置き長くなりましたけども、ちょっと画面切り替えて、続きを説明させてもらいますね。それでは、こちらの方をどうぞ。はい。はい。重ねて申し上げましたけども、前回の動画でお話したような、このモデルの他に、毎月30万円が死ぬまで入ってくる、そんな可能性を見つけられますかってことなんですよ。なんだったらね、死んだ後もずっと入ってきますからね。だから、遺族年金になるんですよ、そのまんま。もちろん、YouTube ってものがなくなれば、もうわかんないですよ。まあでも一応ね、世界一番の企業たる Google の中に包含されている、世界ナンバー2か3の、まあ Apple がたまにね、2位になったりするんですけども、トップ3のうちの2つを包含している Google YouTube が、急になくなるってことは考えられないと思うんですよ。もうだから、どんな有名な会社に勤めてる人も、YouTube に出勤してる私はね、もっといい立場にいると言えると思うんですよ。で、その私が申し上げるこの毎月30万円が入ってくるモデル。で、私の場合だったら65万ぐらいだと試算できますけどもね。どう思いますかってことなんですよね。で、ぐーっと下に行きますよ。はい。じゃあ実際にどういうふうに進めていけばいいかってことなんですけども。で、この動画を見てるあなたが50歳であると仮定しましょう。50歳のあなたが毎日10本動画を撮ったとすると、年間で3650本撮れますよね。いや、10本撮れませんって方はこの年金を諦めてくださいよ。うん。10本撮れない人は他のこと一生懸命やって、で、老後の蓄えを作ってください、頑張って。他に方法が見出せないなって人は、まず耳を傾けてください。やるかやらないかあなた次第です。50歳で毎日10本の動画を撮った人は、年間で3650本動画を撮ることになります。じゃあこれを、60歳までにやるとどうなるかってことなんですけども、こうなりますね。36,500本の動画が YouTube にアップロードされます。そうすると大体、軽く見積もってですよ。安く見積もって、毎月10万円があなたの懐に転がり込んできます。ね。36,500本の動画。この毎日10本の動画アップロードで、毎月10万が10年後から入ってきたら、これ悪くないですよね。他のどんなことをしたらね、毎月10万もらえるんですかってことなんですよ。で、年金も、あれだけかけといて、何十年もかけといて、せいぜい7万円ぐらいじゃないですか。
基礎年金ね。で、厚生年金はもっと莫大かけてね、毎月15万くらいじゃないですか。これ YouTube って1円もかからないのに、安く見積もって、これですよ。50歳から10年間やるだけで、毎月10万円安くても放り込まれるということなんですよ。これがね、私が1万5000本動画をアップロードしてきて、見えてきたことなんですよ。実際に1万本の動画をアップロードして、それが自分の知らないところで日々再生されてます。もはや私の動画が誰にも見られてない日っていうのはありません。ね、時には数千回転、数万回転するわけですよ。毎日ですよ。動画多分ね、作ってない日はないんですけども、作ってなくても多分この再生数は変わらないでしょ。すごくないですか。で、毎月1万5000本しか上げてない私が、毎月10万円前後振り込まれてるわけですよ。っていうことは、3万6500本動画作った人が、1万5000本しか作ってない私のね、3倍の量を作った人が10万円が入んないってことはあんまり考えないんですよね。まあこういうふうに、計算式で簡単に何をやったらいいかってわかるんですよ。だから自分の好き嫌いじゃなくって、何が一番最短距離なのかってことを計算によって導き出すと、お金の問題は早く片付きますね。はい。50歳から始めても、60歳から毎月10万円受け取ります。もちろん、50歳、55歳ぐらいで、チャンネル登録が1000人超えると思いますんで、そしたらその時から数千円、数万円が入ってきますから、50歳から作業を始めて60歳まで、一切お金が入ってこないってこともありません。途中で必ず数万円入ってきます。はい、じゃあね、70歳までにこのペースでいくと、7万本ぐらい作れますから、70歳までに、毎月20万円の入金は確保できるっていう計算式、簡単に導き出せますよね。どうですかこれ。これね、少なく見積もってですよ。だって私が1万5000本作って、ね、10万円ぐらいですから。ってことは、3万本作ったら、私の計算だと20万なんですけども、7万本作って20万っていうのは相当安く見積もって、要するに、7万本作れなくても、5万本で終わっても20万円入ってくるでしょとかね。3万本しか作れなくても、20年間で。まあ、20万円入ってくるんじゃないですかみたいな計算なんですよ。まあ、7万本動画をね、アップロードしてね。まあ、本当だったら30万、40万くらい入ってくるというふうに書きたいんですけども、一応低く書いてます。次。でね、毎日の作成本数を12本から13本にすると、このペースでいくと70歳までに10万本の動画が YouTube に上がることになるんで、かなり少なく見積もっても毎月30万入ってくるっていう図式はできるんですよね。だからこれね、ちょっと考えたらこのぐらいの、まあ、パワーポイントは作れるんですよ。ただまだ動画をやり始めた方とかチャンネル登録が1000人に満たない方はここまで考えないと思うんですよ。私も考えてませんでした。でも実際に1万本を超えてみると見える世界がかける10して10万本だったらどうかなっていうことなんですよ。でしかも10万本って全然できますからね。うん、すぐできますよこんなの。私が50になるまで10万本いくでしょうね。まあいかなくても53とか55までにいくんじゃないですか。そしたら毎月6、70万入ってくるわけですよ。しかも他に資産がある私がこれを作ろうとしてるんですよね。はっきり言ってやんなくてもいいわけですよ、 YouTube の量産なんて。でも何が起こるか分かんないから、余裕がある上に可能性があることは全部やっとこうかなと思ってるんですよ。じゃあ余裕がなくて他に毎月30万が入ってくる方法とかをね、手にできてない人はもっとこの YouTube の可能性に気づかないといけないんじゃないかなと思うんですけどもね。ということで最後になりましたけども、私の隠居 TV のアカウント10万本ぐらいがこのまんま YouTube にアップロードされますと、目算で毎月65万入ってきます。すごいですね。これね、私がね、軍隊に入って退役軍人になっても、そうですね、中佐とか大佐でももらえない年金じゃないですかね。なんか少将とかね、
少将とか中将クラスですよ、これ。命をかけて戦って、将官まで上り詰めても、退役してやっと65万ぐらいじゃないかなと思うんですよね。だからその、だからあれ退職金っていうか、あれですよ。退役年金ですよ、これ。65万っていうのは。多分、仕事が終わって毎月60万、5万が振り込まれるような、そんなね、お仕事ぶりをした方は30年、40年勤めても、あんまりいないんじゃないかなと思うんですよ。本当に限られた数人だと思うんですけどね。でもそれが、すべての人にこの可能性が渡されてるんですよ。もちろん、ここまで知っていてやらない人っていうのは、なんか他にいい方法知ってるんでしょうけども、いや、これ知らなければね、この考えに至らなければ、あ、そんな方法があったのか、知らなかった、気づかなかった、で、まあ人生をね、後悔とともにチャンスがなかったと思えればいいんですけども、今これを見た人は、とりあえずチャンスは渡されました。で、実際にやり込んで実績を残してる私が、その延長線上にある未来をこうやって書いてます。あとはどうそれを感じるかなんですよ。で、繰り返しますけども、1万5000本の動画で10万円ですから、じゃあこれをね、まあ1万本としましょう。わかりやすくね。1万本で10万円入ってる、毎月10万円入ってる私がいるとするじゃないですか。かける10して10万本だったら100万円入ってるはずなんですよ。で、それを低く見積もって 35% オフで、まあ100万じゃなくてもそんなに話うまくいかなくても65万ぐらいじゃねえのと思ってる数字がこれですよ。あとはね、これを見たあなたが、いや、久保の言うことは当てにならないと思うのか、あなた自身の考えをね、肯定してそっちに向かっていくのか、まあそれはもうね、あなた次第ということでございます。まあ少なくとも自分の人生誰かにね、抱えられて養われていけてない人は、なんとか自分で自分を養う方法を今のうちに編み出しておいた方がいいかなと思います。うん。まあ、ここまで見ていただいてありがとうございます。余計なことだったと思うんですけども、まあ、YouTube でこれほどまでに活動してる人っていうのはあんまりいないと思うんですよ。ヒカキンさんでもね、はじめしゃちょーでも動画1万本は作ってないでしょ。だからヒカキンさんやはじめしゃちょーに叶う作業量はあるとしたら私ですよね。まあ、ということでね、なかなかとお伝えはしましたけど、どう感じるかは、あとはあなた次第でございます。じゃあ、いってらっしゃい。